お買い物終わったし帰ろっかな。あれあれ、例のペコペコがない。あれおかしいな、どっかで落としちゃったかな。ちょっとここの交番で聞いてみるか。すいません、すいません、すみません。はいはい、どうしました？え、そっから出てくんの？あ、すいません、ちゃんとこっちから出てきてくださいよ。はいはい、それでどうしたの？あの、いつもリボンをここにつけてるんですけど、なんかなくしちゃったみたいで。あー、紛失届けってことですね。あ、はい、そんな感じですね。なるほどですね。なくされたものの特徴とかありますか？あの、頭につけるリボンで、うん、なんかぴょこぴょこしたやつなんですけど。あー、それならちょっとついさっき、あの、届いたやつあるんで、ちょっと待ってくださいね。え、本当ですか？これなんですけど。それは違う人のぴょこぴょこ。いや、もしかしたら合うかもしれないんで、つけてみます。これつけるのはちょっと恐れ多いでしょう。あ、じゃあ私つけますね。よいしょ。なんでお前がつけてんだよ。あの、他にもあるんですよ。え、本当ですか？見せてください。ちょっと待ってくださいね。あの、これとか今日掘ってきたやつなんですけど。それはさつまいもだよ。掘ってきた芋を交番に置いとくな。まあまあまあ、一旦つけてみましょう。一回つけてみるだけ。まあ一回だけなら。あー、なんかしっくりきますね。いやー、でもさつまいもはちょっと。一旦これお返ししますね。そうですか。あれ、あはあはあ、この感触、私のぴょこぴょこ大きくなることもできるし小さくなることもできるんだった。あはははははは、小さくなってただけだったわ。ブオー、これで通常サイズ。お騒がせしました。やべえやつだ。